はい、皆さんこんにちは、バナリのりびしです。先月の終始です。信長の野望創造報告いたします。戦国立志伝ですね。続きをやっていきましょう。三馬雪村でのプレイですね。前回守備よくですね、こちらにある高屋城と滝田城、この2つの城を落とすことに成功しました。で、とはいえいつも城を取ったらすぐ奪還されるということを繰り返してきているので、まあ、この城をね、守りきれるように頑張っていきたいなというふうに思っています。では早速始めていきましょう。出陣する。我が戦ご覧に入れよう。戦場へ参る。さあ敵が来ているので、こちらとしてもどうしても守りたいですからね。出陣していきましょう。うまく池田三政を討ち取ることができれば万々歳だな。ここは兵力を出し惜しみしたいと思いますが、こちらの兵を引いて味方が到着するのを待ちましょう。私に続け。これでうまく挟み撃ちができれば兵力温存できるはずですね。私が我が道を開けろ。私が逃げたければ逃げなさい。六門さんの旗、内部で語り草にせよ。その首もらった。私がもらった。ここまでか。まだ死ぬわけには。退却せよ。我に続け。ご命令を。先月の終始です。700じゃ守れないね。松平家か。この滝田城だけは渡すことになるかもしれないですね。先月の終始になる気はしないな。この高取城を落とせれば、あるいはいろいろ変わりそうだな。ちょっと積極的に高取城の攻略隊を編成していきたいけど、ヒールがなさすぎるな。出るぞ。表情を始めます。先月の終始です。出陣するぞ。ご命令を。先月の終始です。そしたら兵力が若干回復してきたんで、出陣して合戦、一合戦しましょう。よし、勝永が来てくれてるので、ちょっと勝永の動きを見ながら戦おうかな。我に続け。私に続け。ここも貴様の地獄よ。退却せよ。となく攻略戦一つ進ませることができましたね。もう一合戦やりましょう。これは結構な消耗戦になるな。我に続け。1700で味方が3000ですからね。私に続け。私がよ。
さぬ。退却せよ。よし、これであと木材を入れれば達成だな。木材を次のターンで貯まるはずだ。ご命令を、先月の収支です。貯まりましたね。出るぞ。必ずや勝つ。戦場で華麗に舞いましょう。ご命令を。チャンスになるな。今この高取城を落とすチャンスだ。高取城の防御兵力は1070しかいない。よし、今こそまさに行きましょう。見せしましょう。出陣するぞ。戦場で華麗に舞いましょう。続きなさい。なん、戦場になってる。これは結構な手勢が出てきてるな。ちょっと勝てる気がしないけど、出るしかない。進め。毛利勝長が2600か。私かよ。第三勢力の介入がなければ落とせる兵力ではあるんですけど、城門を破壊しました。敵城門突破しました。かかれ。わかさないよ。我が敵を打ち滅ぼせ。よし、このまま行けば。敵城門突破しました。私に続け。よし、片桐家を吸収できたぞ。ただ四方八方から攻められてるな。浅野も来てる、三好も来てる。ピンチだな。どうにかならないか。2つの城を一気に失うな。ご命令を、先月の収支です。報告いたします。敵に城を奪われました。行きます。我が戦、お見せしましょう。表情を始めます。先月の終始です。高屋城を挟んで結構な舞台が出てきてるな。徳川吉直も出てきてるね。徳川家も出てきてるし、そしてまた豊臣は城が1個になりますね。大阪城だけ。我が戦、ご覧に入れよう。ご命令を、先月の収支です。平忠敏7900か。これは防げないね。
ご命令を。先月の終始です。報告いたします。また大阪城一つに逆戻りですね。出るとするか。我が戦ご覧に入れよう。表情を始めます。敵に城を奪われました。続きなさい。こうやってみるともう徳川が圧倒的な兵力を抱えてますね。もう大阪城がいつ攻められてもおかしくないな。ご命令を。先月の終始です。表情を始めます。先月の終始です。1623年、なんとかまだ豊臣家は生き残ってはいるけど、この先茨の道だな。ご命令。先月の終始です。報告いたします。今攻略目標が徳川家になってるので、徳川から城を奪うっていうのは現実的じゃないですよね。表情を始めます。先月の終始です。援軍か、次々にやってくるような連中相手に合戦しても勝ち目がないからな。表情を始めます。先月の終始です。出陣する。出るとするか。ご命令を。先月の終始です。出陣する。いざ参ろう。まあ一応表情を始めます。先月の終始です。出陣だけしてみるか。なんか逆に兵力を損なって滅びるのが早くなるんじゃないかっていう心配もあるけど。表情を始めます。先月の終始です。高谷城攻略に変わってるのね。攻略目標が するために。射撃戦に持ち込みましょう。表情を始めます。先月の終始です。ご命令を。先月の終始です。
ご命令を。先月の収支です。報告いたします。出陣する。いざ参ろう。出陣します。出るとするか。かかれ。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。どこが争ってるんだ。片木んだ。ここは尾張徳川家と東道が争ってる感じになってますね。じゃあこの隙をついていきましょう。出陣する。表情を始めます。先月の終始です。申し出か。これは攻められない状況が続いてるんだな。まあ当然ですよね。今攻めても勝ち目はない。表情を始めます。先月の終始です。どうすればこの状況を打開できるかっていうと同盟なんですよね。唯一残された手段が。私がよ。行きましょう。襲撃戦が終われば攻略隊を出せるはずですね。表情を始めます。先月の終始です。完全回復させておきましょう。よし。表情を始めます。先月の終始です。出陣します。ん？よもや落とせるのか。出陣する。5700で行きましょう。高屋城を徳川から取り戻す。進め。ただ敵も多いね。6600か。私がここは引きます。
参るぞ。かかれ。ここが勝負どころよ。で決めます。これが戦の作法よ。勝てるところはない。もう諦めてください。死にするな。生きるのだ。これで終わってください。私がやる。退却せよ。よし、兵力もあんまり失わずに済んだ。これ大勝利って言ってる。よし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 。表情を始めます。先月の終始です。始めます。先月の終始です。いいな。お高4400を食い止められれば高屋城が守れるかもしれない。守りきらないと本当にもう自利品ですね。表情を始めます。先月の終始です。表情を始めます。先月の終始です。表情を始めます。先月の終始です。この高屋城の耐久を回復させた方がいいと思うんだけどな。また誰もそこに着手をしていないですね。こちらは攻略隊をちょっと出して進めておきましょう。私がやる。かかれ。私がやる。私に続け。私がやる。私がやる。語り草にせよ。私に続け。引くぞ。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。さあ、また兵力がご命令を。先月の終始です。攻略戦をやっていきましょう。私に続け。我が重砲、捕らえた者は決して逃さぬ。かかれ。私がやる。
私に続ける敵全てを止める。私がよ、私に続ける、私に続ける。我が銃口、奪えた者は決して逃さぬ。退却する。始めます。先月の終始です。高谷城は耐久が1020までは表情を始めます。先月の終始です。耐久をマックスまで上げとかないと不安でしょうがない。ご命令を。先月の終始です。出るとするか。我が戦お見せしましょう。ここは思ったところじゃないところで兵力を使う羽目になったな。行くぞ。先月の終始です。なんとか守りきれそうな気配はあるな。このまま5分が来なければ守りきれるはずだ。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。よし、この木に我が戦ご覧に入れよう。みんな遅れるな。出陣するぞ。勝てるかどうか非常に微妙な情勢だな。私に続け。かかれ。若殿よ、我が敵を打ち滅ぼせ。さすがに守りが堅いね。敵城門突破しました。六門さんも冥府で語り草にせよ。誰に続け。城門を破壊しました。我に続け。城門さえ突破できればまだ勝機はある。よし、
これで一気に流れ込めれば敵城門突破しました。我が重工捕らえた者は決して逃さぬ。城門を破壊しました。我らの攻めに耐えられるか。引くぞ。敵も援軍が来ましたが落とせるでしょう。これだけ離れてれば。よし、ということでまたね始める、今回始めるときと全く同じ状況にまあ戻っただけではあるんですけども、城をね取り返したというところで、一旦ここで終わりにしてですね、次回は今度こそねこの城たち、今大阪城を含めて3つの城を領有している豊臣家ですので、この3つの城をねなんとか守っていきたいと思います。というわけで今回はここまで。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。